予備校が一緒だったんです。そう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 、はい、それがね、後々こうやってそう、うん、やるきっかけになったんだよね。そうだね、19の時の出会いで、うん、でもちろんその時はもうすでにもう二人焼きの家の子って自分でも言ってたし、知っててはいたんだけど、あ、そういう家の出身なんだっていうことでしかなかったというか、二人焼きを始める話になると、そこで去年、一昨年かな、2012、13とあの吉祥寺で個展をやって、個展やった時に、2回目の時に初めて粘土で立体作品、木とか粘土とかあのミックスさせて作ったのがあって、それをあの Facebook か Instagram でアップした時に、圭吾が初めてというか、あのリアクションがあって、 絵とかアップしても何も反応ないけどそんなにこれいいねとか、本当にこの絵いいねとか、どうこうでしようとか、そういう話は何もないけど、その立体の時にはいいねってことがすごい反応があって、これ何言ったの、何で作ってんのみたいな反応があって、で俺はその状況、こういうのを作ったんだよって、で実際にそういういいリアクションをくれたから見てもらおうと思って、その立体の作品を何個か結構ちっちゃいから見てもらって、これいいや、面白いや、でもこれ二人焼きでできるんじゃないのとか、これ布団焼きで やったらいいかもって帝王が言ってくれて、でどこに泊まればいいかとかね、そんなもんなもなく、うち一人はいいやんぐらいの感じでさらっと言ってくれたんだ。立体がポンって写真がアップされてて、うん、なんていうかリアルっていうか、うん、なんかすごい不思議な魅力があるなと思って、あと色がすごいなんか二人焼きと合うなと思って、うんうん、やっちゃんの絵自体の色合いとかが、うん、二人焼きの色彩ってすごい、まあ、深い緑と黄色と紫とか青とかそういうのが原色がバーンってくるって、あんまり中間色を使わないのが特徴なんだけど、なんかその感じがやっちゃんの絵とこうミックスされるとすごいなんかいいものが できるんじゃないかなっていう直感は、こういざお皿に乗ってるの見た時に、なんかすごいね、距離がねすごい近くなった感じがして、やっちゃんの、まあ、作品でもあり、やっぱり道具だからさ、うん、自分の生活の中に入ってきてもなんか違和感みたいな感じがすごいして、で触りたくなって見せてもらいます。だからまあその白い綺麗な空間でやっぱこうしっかり見せるっていうのもいいと思うし、やっちゃんの前回もね、うん、やったんだけど、やっぱりその実際の暮らしの中に入ってる様子をなんか作れたらいいなと思って、まあ、うちのお店に家具とかもあった
辺に置くと何が起こるかというと、自分の暮らしとすごい連想しやすいっていうのと、そのこの器のスケール感というか佇まいが、うん、あのここで見たのと持って帰ってみるのがあまりぶれないというか、だから今回ミキアのここでやらせてもらえるってなった時に、まあ、あのミラーのあれはね、あの家になってる、うん、まあ、これのねこの、 あの家具を見た時に、なんかこのミラーの中に器が映り込むっていう、ちょっと先を予言してるじゃないけど、一個先回りの次元から物を作ってみたいって思うか、書いたものをこれどこに置こうかなじゃなくて、ここに置きます、置くんだったらこういうのがいいんじゃないかなって思って、載せること載せるものっていうタイトルをつけたっていうのは、実際にこう物を置くっていうのを載せるっていうことと、絵に載せるっていう、もちろんそういうね両方の意味合いももちろんあるし、あのそれは抽象的なことであり、置こうと思ったら置ける、非現実でも現実空間に引き戻したい、それはあの器という一つの媒介者というか、その存在があるからそれはできるんだけど、なんかちょっと他のね作品、上のフロアでも化け物みたいな植物とかが置かれてる壺とかね、あんな非現実なんだけど、器の中にちょっとサイエンスフィクションとか SF 的な要素も、文学にできるんだったら絵でもこういう感じがあってもいいなと思うし、でもそれも完全な嘘だったら成立しないんだけど、あるレベルまでは本当に起こりうるものだから、こうギョッとしたりするっていうのは SF の最たるもの、宇宙にとってはそういうことだけじゃなくて、本当に手塚治虫的な世界とかも、やっぱり絵はそういう部分でとても人の眠ってる能力とか想像をかきたてる上で、うん、とても有効だと思って、うん、鏡でもあるし、うん、こうなんか未来に乗せてるような窓みたいな、うん、なんかそういう感じが、うん、やちゃんの器の感じっていうか、うん、そういうものなのかなっていう、今のはすごい、すごい、ちょっと先にリアクション食い気味でしちゃって恥ずかしいけど。